平成25年7月20日、本日は茨城県高萩市高萩海水浴場に来ています。本日はものすごく風が強いです。海開きしたこの高萩海水浴場、子どもたちは今日から夏休みです。海水浴の、お客様も何組か見られます。ではこちらの空間放射線量はどのぐらいあるのか早速測定してみたいと思います。高萩市海水浴場の空間放射線量を、測定しています。それでは見てみましょう。ちょっと見えづらいんですが、こちらになります。現在高萩海水浴場の空間放射線量は 0.21、0.22、0.21 から 0.22 マイクロシーベルトあります。続いて茨城県北茨城市大津港に来ています。こちらには海産物を販売している、お店やそれらを食べることができる食堂があります。それでは、この辺りの空間放射線量をこれから測ってみたいと思います。目の前に見えるのが、海産物を、使った食堂です。左で奥の方に見えるのが海産物の販売所です。では今からこちらの前で、空間放射線量を測ります。食堂の前の空間放射線量は 0.22、 0.22 マイクロシーベルトあります。今ちょっと上がりました。この線量計は 0.23 マイクロシーベルト以上になると、アラームが鳴ります。続きまして漁港の中心部まで来てみました。ご覧のようにカメラの向こうでは釣りを楽しんでいるファミリーもいます。それではこの漁港の中心部の空間放射線量はどのぐらいあるのか早速測定してみたいと思います。現在この場所の空間放射線量は 0.20 マイクロシーベルトあります。